う、バントマン、ガチでおもんない。13日、地上波放送が開始した中日ドラゴンズのドラマバントマンがガチで面白くなさすぎるとして話題となっている。全国のプロ野球ファンから期待を受けて始まったバントマンだが、1話から主人公の戦力外、妻の謎の死など、開始30分で早くも中日要素がなくなり、1話が終わった時点でストーリーも訳がわからなくなってしまっている。これに対してネット上ではもう終わりだよこのドラマなどの声が多く上がっている。普通に1話打ち切り。1年間かけて告知し続けたドラマがこれ。東海テレビやっちゃったな。ライデルとかササローとかの名前が出てきた以外何もないドラマだった。なんでこんなドラマを作ろうと思ったのかがマジでわからないもんええよ。あんだけドラゴンズのドラマって言い続けて1話で中二ドラ要素なくなるのキモすぎる。こんなん11話も何やるんだよ。もうええよこのドラマを。なんぜ今 Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。